にちは、Kファームです。今回は肥料が、今日尿素っていう肥料が来るので、それを下ろしていきたいと思います。で、積んどく場所はこの、まあ以前牛入れてた場所をちょっときれいにして、ここに積んでいきたいと思います。まあ尿素を春先に全部使う予定なので、一応ここでいいのかなと思って。それではちょっとトラック来るまで待ってみたいと思います。はい、今から積んでいきたいと思います。ちょっとそこ開けて。そのまま上にポンって置けるわ。いいよ。
代表と弟が住んでくれてます。ちょっと見ないとダメかな。天井に爪がぶつからないかがすごい危なくて、無事問題なく取れたみたいです。残りあと4本ぐらいですね。はい、残りラスト2個を積みたいと思います。ラスト2個をこの真ん中に積んでいきたいと思います。もっとこっち寄せて、いや、まっすぐちゃんと来て。はい、終了ですね。はい、とりあえずこれで40体が積み終わりました。一応この40体は春先に、まあ先ほども言ったんですけど、春先デントコンと小麦の追肥で全部使い切ろうと思ってんので、またその時も動画アップしていきたいと思います。それではこの辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。